2024年韓国ナンバーワン大ヒット第60回百姓芸術大賞四冠受賞の母かファミョからチェミンシクチャン・ジェヒョン監督と共に来日が決定しているキム・ゴウンの危機迫るテサルお祓いシーンの本編映像が解禁となった画像不動ファリムとデシボン・ギルのお祓いシーン超豪華キャストとジャンル映画監督がタッグを組んだ本作は 墓に隠された恐ろしい秘密を掘り返すサスペンススペンリラー。第74回ベルリン国際映画祭でワールドプレミアとして上映され世界133カ国で公開が決定第60回百姓芸術大賞では監督賞主演女優賞新人男優賞芸術賞を受賞した今回解禁となった本編映像はどう 主演女優賞に輝いたキム・ゴウン演じる不動・ファリムが手ルお祓いを行うシーン後継ぎが代々謎の病気にかかるという奇妙な家族から先祖の墓の改装依頼を受けたファリムとデシボン・ギル・イドヒョンは風水師三毒・チェミンシクと葬儀師ン軍ユヘジンと共に改装とお祓いを同時に行うことに別名役落としとも呼ばれるお祓いの備え物は豚5匹で 猪年の働き手5人に墓を掘らせ、血の悪い木を供え物に移し、ファリムが代わりにお祓いを行うというもの。青い服に身を包んだファリムは、白い服で祈祷を捧げるボンギルに合わせて刀を振り回し、踊りながら気制を上げ、徐々に何かが乗り移るかのように、体を震わせてトランス状態に入っていく。やがて、回想を仕切る4軍の合図で、 改装が始まるというシーンで締めくくられるが、キム・ゴウンの圧巻の演技が見どころの本編映像となっている。制作陣はジャンルの特色を失わずに、リアリティを実現するために心血を注いだという。イモゲ撮影監督は事前準備の段階から、チャン・ジェヒョン監督と議論を重ねて方向性を設定していった。監督はリアリティを生かすために CG は最小限に抑え、実写での撮影を原則とした。 フォーカスが少し合っていない不格好な画面もそのまま使用し、勢いが感じられる映像を実現。特に撮影監督が最も強烈なエネルギーを感じたという、テサルお祓いのシーンでは、その場にいるすべての俳優の雰囲気を壊さないために、4台のカメラを使って撮影するなど、最新の注意を払った。また、監督は、三読は直感的に物事を見抜く力を持った人物なので、 直視するる目つきが感じられるイメージを大事にし、ファリムは普通の人には感じられない世界を行き来する人物なので直感的なイメージを逃がさないようにしたと語り各キャラクターの特性を損なわない撮影の過程について説明している「テサルお祓い」映画のために創作した単語基本的に「手猿お祓い」と同じ意味「手猿お祓い」とは豚や牛を生けにえとして神に捧げる儀式